こんな時ナルトの兄ちゃんならどうするだろう。おら、ナルトの兄ちゃんなら絶対に諦めない。ナルトの兄ちゃんなら。久しぶりだな、このハマル。2年半ぶりくらいだってばよ。ナルトの兄ちゃん、俺が来たからにはもう大丈夫だ。俺がいつかこの葉隠れのほかげになる男、この破竜忍者渦巻きナルトだ。修行から戻ってすぐのところ悪いが、砂隠れの風影ガーラが暁という組織の者に連れ去られたとたった今連絡があった。ガーラか。これよりカカシ班に任務を言い渡す。ただしに砂隠れの里へ行き、状況を把握し木の葉へ伝達。その後砂隠れの命に従い彼らをバックアップしろ。了解。まずは一尾の人中力、砂のガーラを手に入れた。これからこいつに封じられてる美獣を引き剥がす。美獣とは宝物魔術。この世に宮
体存在する莫大なチャクラの塊、その比重を人間に分し、その力を支配する、それが人中力、我々暁の目的は、あの九尾を含め比重全てを手にすること。ナルト、いくら急いでるからってそう熱くなんな。気に食わねえんだってばよ。あいつらが俺やガーラを狙う理由くらい俺にだってわかる。さくらちゃんも知ってんだろ、俺の中に九尾の化け狐が封印されてんの。それが目当てなんだ。あいつらは俺たちを化け物としか見てねえ。それが気に食わねえんだ。人中力を本当に分かってやれるのは人中力のやつだけだ。ナルト、だから必ず助け出せ。お前には不思議な力がある。みんなお前にかけてみたくなるのさ。ナルト、あんた会ったことあるんでしょ、暁の一員の内杯たちに。だから彼に狙われている。そしてサスケくんの殺したい相手って、その実の兄内杯たち。サスケくんの一族は内杯たちに殺された。だからサスケくんは復讐をするためにスタトを抜け、オロチマルのところで力を手に入れようとしてる。けどオロチマルはサスケくんの体が自分の魂の入れ物として必要なんでしょ。そしてそのオロチマルは元暁のメンバーの一人だった。つまり暁に近づけば近づくほどオロチマルの情報にも近づける。そうなればおのずとサスケくんにも近づける。うん。愚かなる弟よ、今のお前には殺す価値もない。俺を殺したくば恨め、憎め、逃げて逃げて生にしがみつくがいい。もしお前が快感すれば、万華鏡者リーダーを扱う者は三人だからこそ生かしてやる、俺自身のために。さすが君、君の目的は何？もし君が私の元へ来るのなら、もっと素晴らしい力を得ることができる。あなたは求める。俺の夢は未来なんかにない。俺の夢は過去、そこにしかない。兄さん、あんたを殺すためならどんな闇だろうと俺は突き進む。どんなことあっても力を手に入れる。俺の前に来い。目的を、目的を、目的を、目的を果たすのは、サスケは絶対俺が連れ戻す。そんでそんで暁だってぶっ飛ばす。この私だ。
あのカカシ班に配属されるよう、もう手は回してある。本日より任務終了までの間、お前の名はサイじゃ。サイでございますね。わしの前でそのような作り笑いはよせ。すみません団蔵様、練習はしているのですが、まだ表情というものがうまく作れないもので。カカシ班は無事任務を終了、砂隠れの風影ガーラ様は無事帰還されたとのことです。わかった。それから桜が綱出様に折り入ってお話があると。どうせ。はい。ご苦労だったな桜。師匠、任務中に接触した暁のサソリからオロチマルの情報を聞き出しました。オロチマルの、そのサソリのスパイがオロチマルの部下として潜入していて、10日後に落ち合うことになっていると。サスケ君のことが何か分かるかもしれません。信用できるのか。罠だったらどうする。オロチマルは餌で、暁が待ち伏せしてる可能性だってある。罠なら戦うだけです。戦うと言ってもチャクラの使いすぎで。ああ、またここか。カカシはあのざまだ。新しいチームを編成するしかないな。綱出様。なんだ。私の隊に行かせてください。シズネ、この任務は必ずカカシ班に行かせる。サクラもナルトもかつて仲間だったサスケを助けたいと誰よりも強く思ってる。その強い思いが任務を成功に導く。わかりました。百歩譲ってサクラを行かせたとしても、ナルト君は外すべきです。九尾の人中力であるナルト君は任務から外し、監視をつける。ナルトはやられたりしない。私はそう信じてる。もしこの葉隠れの里が、この火の国が私の判断のせいで危機になったのなら、この私が命がけで守ってみせるさ。五代目火影としてな。この葉の期待やつしてっけど、見たことねえやつだってばよ。忍法超獣ギガ。誰だてめえ。から弱いな君。それでもチンポついてんですか。誰だって聞いてんだ。また会うことになるよナルト君。待て。早かったな。緊急にとのことでしたので。要件は分かってるな。おおよそのところ、お前にはカカシの代行をやってもらう。あのカカシ先輩の代行とは光栄ですね。これは暗部としての任務ではなく通常の任務となる。よって面を外し、その間はなおヤマトと名乗れ。わかりました。もう一人、あの暗部養成部門から新人がカカシ班に配属される。ただそいつの行動には注意を払っておけ。と言いますと。その新人はあの団蔵が推薦してきた。団蔵という男は昔三代目とホカゲの座を争ったガチガチの強行武闘派だ。穏健派だった三代目の教え子で、初代ホカゲの孫の私が嫌いなのさ。僕がカカシさんの代行するヤマトだ。どうも。てめえはナルト、知り合いなの？さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。なんせどれくらい援護しなきゃならない玉なし野郎かわからないからね。なんだと。ちょっと、もうこれから仲間になるんだからいきなり喧嘩しないでよ。
でもちょっとあんた感じ悪いわね。そうですか。僕は好きですよ、あなたのような感じのいいブス。だってこれ、おい、ちょっと誰がブスじゃん、バケ。おい、分かってみな。おい、ちょっと何笑ってんの。おい、これから4人ですぐに任務に入ることになる。ほら、自己紹介。渦巻ナルト、春のさくらです。サイと言います。これより我々はオロチマルの元に潜入している暁のスパイを拘束し連れ帰る。オロチマルとウチハサスケの情報が手に入るチャンスだ。ではカカシハン出発。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。あー、やっぱてめえはダメだ。いちいちすっげえムカつくってばよ。おいナルト、犯人は信頼とチームワークが最も大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシさんじゃねえ。俺たちカカシさんのもう一人はサスケだ。いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。てめえ、確かに大切なのはチームワーク。ナルトはあなたのことをまだよく知らないから言い過ぎたところもある。ごめんなさい。ナルトのことは許してあげて。さくらちゃん、なんで私のことは許さなくていいから。もう一度サスケ君のことを悪く言ったら手加減しない。分かったよ、君の前ではもう言わない。しかし作り笑いにもそんな使い方があるんだね。文句があんなら作り笑いなんかしねえで正直にはっきり言え。重労の術、これって初代様だけど技術木遁忍者じゃ。この人一体何者なの。君らの親睦を深めるために檻の中に丸一日ぶち込まれるのと、温泉付きの宿場で一泊するのと、どっちがいい。僕は優しい接し方が好きなんだけど、恐怖による支配も嫌いじゃないんだよね。てかマジ怖え。すでに恐怖による支配だってばよ。やっぱ男ってのは裸の付き合いあっての仲間ってもんだよね。あ、そうですね。これあなたが描いたの。ああ。へえ、絵本か。口は悪いくせに繊細なところもあるのね。見せてもらってもいい？ダメだよ、これまだ完成してないから。それに人には渡さないことにしてるんだ。これは兄さんのだからね。さくら、君に聞いておきたいことがある。何ですか。暁のサソリについてだよ。一応資料は受け取ったけど、目の前でサソリを見たのは君だけだからね。どういうことだってばよ。オロチマルの元に入り込んでいる暁のスパイはサソリが来ると思っている。だからサソリに変化して近づく方がいい。君たちは僕の指示があるまで待機しててくれ。さて、ここからが本題だ。目標はあくまで大砲であって、死なせてはならない。殺してしまえば大切な情報源が失われる。作戦は簡単だ。一つ僕がスパイを拘束する。二つもしも失敗、戦いになったとしたら君たちも戦う。その場合常にバディシステムで行動する。バディシステム？一人が動くとき必ずもう一人が援護する。それがバディシステムだ。で、
そのバディチームを決めておく。まずはナルトとサイのチーム、それに僕とサクラのチームだ。ヤマト隊長、なんで俺がこいつと何かさあシミュレーションを始めよう。よく捕まえたね、サイ。おい、はい。シミュレーションはこれで終わりだ。何です？お前、仲間って言葉知ってっか？個人能力の低さを人のせいにしないでください。俺はお前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。佐藤を裏切り、君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト。彼はなぜサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のことを兄弟みたいに思ってるから。あなたもお兄さんいるんだよね。その気持ち少しはわかるでしょう。いや、全く。僕には感情ってものがないんだ。感情がないってどういうこと？言葉通りそういうことだよ。だからって、あなたも兄弟がいるなら、その兄弟がいなくなった時のこと少しは想像できるでしょ。ああ、うん、まあね。兄さんもう死んでるし。だったら余計に。ああいう顔をすればよかったのかな。何が言いたいの？いやね、兄さんが死んだ時にどういう顔を作ればいいかわからなかったから。お話はそこまでだよ。出発だ。ヤマト隊長、うまくやってよ。お久しぶりです、サソリ様。5年ぶりですね。あいつは薬師カブト。尾行。大丈夫です。いくつか質問する。手短にお願いします。オロチマルの目を盗んでここまで来るのも命がけですから。風が強くて声が全然聞き取れねえってばよ。だからこそ私たちもここまで近寄れるんじゃない。音も匂いも風が飛ばしてくれるから気づかれないのよ。何してんだってばよ。さっさと捕まえりゃいいのに。相手はあのカブトよ。慎重すぎるぐらいでちょうどいいのよ。ではすぐにでも例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。ここであなたとこうしていることがバレたら僕は殺されてしまう。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかしら。オロチマル！その装束懐かしいわね、サソリ。カブトをつけてきたのか。何？少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。聖鋭たちです。
どういうことだカブト。お前は暁のスパイのはず。サソリにずっと術をかけられていたはずだ。そんな術とっくにオロチマル様が解いてくれた。サソリの術にかかったままのふりをして寝返っていたとはな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。そんなことより後ろの小ネズミ3匹もここへ呼んだらどう。キュービの子もいるみたいだし少し遊んであげましょうかね。サスケくんとどちらが強くなってるか見てあげるわ。サスケを返せ。彼のことが知りたいなら力ずくで聞き出しなさい。まあできればだけど。真珠力としてかなり成長してるじゃない。私のサスケくんとどちらが強いかやらせてみたいわね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえってばよ。あれが真珠引きの力。こんな渦巻きチョクロ、これが渦巻きになるとキュウリの力か。いらっしゃい。宇宙力の力を借りてその程度はまだまだ助けくんいかねえ。待てって待ってくれサスケ。面白いじゃない。まったくこの子は秋よりさらにキュービーに近づいてるね。これは忍者の戦いじゃない。まるで化け物同士じゃないか。ナルト見なよあれを、あんな姿になってまでサスケくんを助けたいのか。悲しい子だ。サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。まっすぐ自分の言葉は負けねえ。それが俺の忍道だからよ。ナルト待てサクラ、今のナルトに近づくんじゃない。もういいから。サスケくんは私が助け出してみせる。だからナルトも。やばい、似合わなかったか。やっぱりこの体じゃ拒絶反応が出てしまう。残念だけど遊びはここまでね。我慢よ、私にはサスケくんがいる。手は出させん。ふっ、早とちりだよ。もう君たちに手を出すつもりはない。むしろその逆さ。どういうことだ。僕たちと君たちには同じ目的がある。暁が邪魔だ。君たちを生かしておけば暁の一人くらいは始末してくれるかもしれない。と言ってもあれは君たちの連れだ。君たちで何とかしなよ。今しかない。火影式地陣術、各案に転水し。ナルト！僕は団蔵様の使い。あなたにお話があります。団蔵、
あのモロクジジイまだ生きてたのね。オロチマル様に伝言があります。実はヤマト隊長、ナルトを止めたさっきの術、私にも教えてくれませんか？それは無理だよ。木の葉の中であの術を使えるのは初代様の細胞と適合できた僕だけさ。九尾のチャクラを抑え込む力、僕がこの隊の隊長として選ばれた理由もそれさ。いつもそう、私がナルトにしてあげられるのはほんの小さなことだけ。できることの大きい小さいは問題じゃないよ。大切なのはナルトを思う気持ちの大きさでしょうよ。さくらちゃん、ナルト、あいてててあれ俺どうしたんだっけ。さくらちゃん、なんで泣いてんだってばよ。ああ、佐藤さんにまた何か傷つくこと言われたんだな。ブスとか怪力とか。勝手に怪力まで増やすな。ところで、サイは？この話、何を根拠に信じればいいの？どういうことです？まあ落ち着きなさい、カブト。そこの封筒の中を見てください。団蔵様からあなたへです。カブト、その子も一緒に連れて行くわ。サイなら今オロチマルと一緒に移動中だよ。どういうことです？二人とも僕についてきな。そういえば俺ってなんで気絶してたんだ？覚えてないのか？オロチマルにやられて気絶していたのよ。そうだったのか。ちくしょう。サイの荷物が散らばってる。さっきまで僕の木分身をここに置いて無線で連絡を取り合っていた。会話は遠くて聞き取れなかったが、サイはオロチマルの後についていった。脅されて連れて行かれたのかも。いや、そんな感じじゃなかった。もしかするとサイは団蔵からタイとは別の極秘任務を命ぜられていた可能性もあるな。誰だってばよ。それサイの上司で三代目の意思をよく思ってない男だ。団蔵は綱手様をほかげの座から失脚させるためにオロチマルと結託し木の葉を襲わせようと考えているのだとしたら。ああ、はいはい。は？大政の崩壊後、ほかげとして自分が理想とする里を作るために。ことと場合によってはサイを始末しなければならないかもしれない。僕らもすぐに後を追うよ。あ、さくらさん、ちょっと。さっきオロチマルにやられたの。でも少し痛むだけだから大丈夫。少し休憩していこう。さくらはこの隊唯一の医療忍者、任務成功の要だからね。ナルト、サイが抜けた以上僕とバディを組むよ。今のうちに連携パターンを決めておこう。少しこっちへ来てくれ。よし、まずはどうすんだ？その前に君に言っておかなきゃならないことがある。さくらを傷つけたのは君だよ、ナルト。え？さくらは君を傷つけまいと嘘をついた。確かに君のあのキュービを使えばサスケを助ける近道になるのかもしれない。だがキュービに頼った強さは仲間を傷つけてしまう力にもなり得る。今から君のキュービの力は僕が完全に抑える。だがそれで君が弱くなると思ったら大間違いだよ。君の強さの源はキュービのチャクラではなく
恐るべき九尾のチャクラに耐えるその君自身のチャクラの力だ。サスケを助け出したいのなら君自身の力で助け出せ。そしてサクラを守りたいのなら、うん、何なのこの本。二人とも来てみて早く。この絵本、真ん中の見開きのページだけ絵がおかしいの。え、これなんか気味悪いってばよ。どんな内容なんだい。それが分かれば少しはサイのことが分かるかもしれない。本の表紙と裏表紙に書かれている二人の少年の物語みたい。本の両扉から中央の真ん中のページに向かって二人の少年の物語がそれぞれスタートする構成になってる。セリフや文字は一切なし。どんなストーリーなんだってばよ。それがよく分からなくて、この黒髪の少年の方から見てみると常に右が同じ少年で左はページごとに違う人が書いてある。あれ、これ戻してみて。やっぱりこの子供の方、次のページになると少し格好が変わってる。しかもほら、前のページの左に書かれてたやつと同じ武器を持ってる。これ、少年が戦った敵の武器や鎧を奪い取って言ってるんだ。この白い髪の少年の方も同じようになってる。なんかさ、黒髪のやつの方、サイに似てない？自分のことを書いてたのか。じゃあこの白い髪の少年は誰なんだろう。もしかしてサイのお兄さん。じゃあこの中央の見開きってサイとお兄さんが。そろそろ行こう。どうやら分身の僕がオロチマルのアジトを突き止めたようだ。遅かったな。ちょっとしたプレゼントが手に入ってね。あなたと同じ木の葉出身の忍び、サイと言います。そんな奴はどうでもいい。今すぐ真術の修行に付き合え、オロチマル。君のことはナルト君からいろいろ聞いてます。君のことをずっと探していたみたいだ。いたな、そんな奴も。行くぞオロチマル。ナルト君は君のことを本当の兄弟のように思っているとサクラさんから聞きました。俺の兄弟は殺したい男ただ一人だけだ。ここが入り口か。この中にサスケがいる。ちょっと待て、行くのはこれを飲んでからだよ。これって追跡用の発信機だ。サイに仕込んでおいたのと同じやつだ。それで追跡できたんだ。まずはサイを探す。よし、行くってばよ。ここが君の部屋だ。用がないときはここでおとなしくしていてくれ。何かあればこちらから声をかける。やっぱりここだったね。てめえ、なんで俺たちを裏切った。ここであんまり騒がない方がいいよ。厄介なことになるから。ほらこれ、あんたででしょ。ありがとう。団長からの命令なんでしょ。何を企んでるの。おそらくオロチマルとコノハ崩しを企ててるね。そうだろう。そこまで分かってるなら隠しても仕方ないですね。その通りですよ。僕たちは今のコノハを潰す。お前、自分が何言ってんのか分かってんのか。僕は団蔵様の手足だ。僕は存在しない。だから僕に何を言っても無意味なんだよ。だったらなぜその絵本を大切に持ってるの。
その表紙の二人の子供、あなたとお兄さんでしょ。それはあなたの存在を唯一証明するものだからじゃないの？なぜこの絵本を持っていることが自分の存在を証明することになるんですか？あなたがその本を手放したくない理由、それは弟としての自分を捨てることができないでいるから。それだけあなたにとってお兄さんとのつながりが大切だったからよ。絵本の中身は見せてもらったよ。中央の見開きだけ絵が未完成になってる。君はお兄さんを。違う。この絵本、兄さんに見せたかった。一番最後の見開きの絵が。兄さんが死んでから何を描こうとしていたのか思い出せないんだ。残念だけどサイ、君はここで分身の僕に見張らせておくよ。こっから仕切り直しだってばよ。サスケを助け出す。やめた方がいいよ。僕はサスケ君に会った。サスケ君は君のことを何でもないと言った。なぜなんだ、なぜそんな彼のことを命を懸けてまで連れ戻そうとするんだ。サスケは俺の友達だから。やっとできた大切なつながりだから。つながりだからってオロチマル相手に。腕がもがりで蹴り殺す、足がもがりで噛み殺す、首がもがりで睨み殺す、目がもがりで呪い殺す。たとえバラバラにされようが、俺はオロチマルからサスケを奪い返してやるんだってばよ。邪魔するってんなら容赦はしねえってばよ。君を見てると本当に哀れだよ。人は変わる。サスケくんはもう昔のサスケくんじゃないんだよ。どういうつもりだ。人は変わる。なら僕もそうだ。何？でも変わらないものもある。つながり、それを確かめたいんだ。サイ、お前、君たちから見たら僕も兄さんとのつながりってのを消せないでいるらしい。それが僕にとってそんなに大切なものなら、君とサスケくんのつながりを見れば何かがわかるかもしれない。そう思っただけさ。何がおかしいの？君たちは本当のサスケくんを知らない。から二手に分かれてサスケを探す。僕とサクラ、ナルトとサイの2チームだ。何かあったらチャクラを練ること。発信機が感知してすぐに駆けつける。ナルト君、くそ、キュービー化した時のダメージがまだ。もう少しでサスケに。君はよく似ている、僕の兄さんに。口やかましく慌てんぼうで品がなくて、それにチン。まあそれはいいや。だけどそう、君のように何をするにも必死だった。君を見てると兄さんのことを。
思い出した。思い出したんだ。兄さんに見せたかった二人の夢の絵を。行きましょう。サスケ。ナルト、お前までいたのか。ならカカシもいるのか。僕が代理だ。これからカカシ班は君をコノハへ連れ帰る。カカシ班か。じゃあそいつが俺の穴埋めか。僕は君のことをよく知らないけど、ナルト君やサクラさんが君をここまで必死に追うのには何か訳がある。君とのつながりを切るまいと繋ぎ止めておこうと必死になってる。僕にはまだはっきりとは分からないけど、サスケ君、君には分かってるはずだ。ああ分かってた。だから断ち切った。俺には別のつながりがある。兄との憎しみってつながりがな。なぜ弱いか。足りないからだ。憎しみが。いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い願いを。大切な思いを弱くする。それなら、それなら何だの時俺を殺さなかった。それで断ち切ったつもりかよ、サスケ。簡単な理由だ。お前とのつながりを断ち切れなかったんじゃない。お前も俺と同じ万華鏡シャリンガンを開眼しうるものだ。ただしそれには条件がある。最も親しい友を殺すことだ。あいつに言われたやり方に従って力を手にするのが尺だっただけだ。どういうことだってばよ。お前に説明する必要はない。だがお前に言えることは、あの時お前の命は俺の気まぐれで助かっただけということだ。そういやお前にはおかげになるって夢があるんじゃなかったか。俺を追い回す暇があったら修行でもしてりゃよかったのに。ああ、ナルト、助けくん。だから今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつがおかげになってなれるかよ。そうだね、サスケ。この防ぎ方正解だったな。しどり流す。全身から来たよ。サスケ君は私の力で止める。その防ぎ方失敗だったな。ヤマト隊長。チャンスだぞ、ナルト。わしとお前の力を見せつけてやれ。どうした。何を躊躇している。わしの力が必要なのだ。さあ、誰を殺した。もうてめえは出てくんな。何を怖がる。うるせえ。俺はもうお前の力なんか必要ねえ。失せろ。お前はどうして。お前が今なら見える。これがお前の未知の力だったか。
忌まわしきその車輪が呪われた血族の力というわけか。知るかよ。そんなこと。まさかわしの力を抑え込むまでとはな。サスケ、なんでわからねえんだ。もうじきお前の体はオロチマルに取られちまうんだぞ。今の俺にとっては復讐が全てだ。それが叶えば俺の体がどうなろうが知ったことじゃない。イタチは今の俺でもオロチマルでも倒せない。だがオロチマルにこの体を差し出すことでそれを成し得る力を手にできるなら、こんな命いくらでもくれてやる。この葉はもういい。終わりだ。その術はやめておきなさい、サスケ君。この木の葉の人たちには暁を始末してもらいたいんだよ。他の暁に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるだろう。情けない理由だな。行くわよ。また止められなかった。俺は弱え。泣いたってサスケ君は帰ってこないでしょ。私もいる。私だって一緒に強くなる。二人より三人の方がいいに決まってる。それに僕は結構強いからね。ありがとう。だってばよ。俺の夢は未来なんかにない。俺の夢は過去、そこにしかない。兄さん、あんたを殺すためなら、どんな闇だろうと俺は突き進む。どんなことあっても力を手に入れる。俺は力を手に入れる。サスケ、俺と同じ目を持って俺の前に来い。目的を、目的を、目的を果たすのは俺は弱え。待てって、待ってくれ、サスケ！この俺だ。他人にいち早く自分を理解してもらうには、他人との心の距離を近づけることである。まずは思い切って相手の名前を呼び捨てにしたり、あだ名や愛称などを決めて呼んでみてはどうだろう。はい、サイ。さくらさん。へえ、本とかも読むんだ。まあ少しはね。
これからナルトとカカシ先生のお見舞いに行くんだけど、一緒に行かない？カカシ先生、あんたも同じカカシ班だし、顔合わせしといた方がいいしね。あ、さくらちゃん。あ、ナルト。なんだってばよ、サイも一緒かよ。せっかくさくらちゃんと二人でデートっぽく歩くプラン練ってたのによ。そんな暇があったら忍術の勉強でもするっての。あんたほんとバカなんだからさ。さくらちゃん、それ言い過ぎだってばよ。何よ、あんた。ナルト、さくら、僕も会話に混ぜてもらっていいかな？は？ああ、いや、本で読んだんだ。他人とすぐに打ち解ける方法とか。名前を呼び捨てにしたり、あだ名や愛称で呼べと。そうすれば親近感が出てすぐ仲良くなれるって。サイ、お前もそんなこと気にすんだな。それでさっき本を。うん、で、二人のあだ名とか愛称とかを考えたんだけど、うまく思いつかなくて、とりあえず呼び捨てで。愛称とかあだ名なんてその人の特徴を言えばいいのよ。例えばナルトなら、バカナルトとか、アホナルトとかね。さくらちゃん、それは飛びすぎだってばよ。なるほど、特徴を。ありがとう、コツが分かったよ、ブス。サイ、それぶっ飛びすぎだってばよ。え、何がです？チャンネル！逃げた！おや！さくらちゃん、待って！おや！なんで俺！うわそうか、君が新しいチームのメンバーのサイだっけ。よろしくね。はい。さくら、ちょっとこっち。こっちこっち。あの二人、怪我してるけど喧嘩でもしたの？喧嘩っぱいナルトのことだから想像はつくけど。いえ、別に何も。みんな仲いいですよ。ね。カカシ先生、俺たち今回の任務でヤマトから全部聞いたよ。サスケのこともな。今の力じゃサスケを連れ戻す力が足りねえ。あいつは強くなりすぎてる。だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。でもどうやって。俺がただ何にも考えず寝てるだけだと思った。で、思いついた。この修行でなると、お前はある意味では俺を超えるかもしれないな。カカシ先生を超える。そうだ。どんなことするんだってばよ。お前だけの最強の忍術を作り出す。おお、やった。ただし、それなりの力を手に入れるにはそれに見合った膨大な時間と努力がいる。膨大な時間って、もう時間がねえんだってばよ。だからそれを短期間でする方法を思いついたのさ。どうやって。それはな、多重影分身の術。多重影分身の術。よし、やってやるってばよ。影分身の経験はそのまま俺の経験になる。二人で同じ修行をすれば経験値もその2倍。修行の時間を半分に、3人なら3分の1、1000人なら1000分の1だってばよ。これから習得するのはチャクラの性質変化。俺のチャクラは風の性質変化の修行。まずはこの葉を手のひらに挟んでチャクラだけで真っ二つに切る多重影分身の術。
ってすり合わせる。そして練り込むコツはより薄くより鋭く。うねえ、やったー、できたってばよ。やっぱ俺ってすげえのか。俺のすごいアイディアのおかげだから。んなことより早速次の試験を取ろう。経験と一緒に精神的疲労も蓄積してしまうのが難点だろう。くそ、俺ってば。性質変化は本来何年もかかる修行だ。それをこの短期間でクリアしたことを考えりゃそう焦る必要はないよ。天才肌のサスケでさえ千鳥を教えた時かなりの日数がかかった。俺はそのサスケに追いつかなきゃならねえんだぞ。次のステップだ。何すんの。今までの修行でお前は性質変化を手に入れた。そしてすでに形態変化を極めた術螺旋丸を持っている。この螺旋丸に性質変化を加えてお前だけの最強の忍術を作り出すんだ。よーし、行くってばよ。おりゃー、感じてるかサスケ。ナルトの目の先にいつもいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよな、サスケ。全員にとどめは刺してないわね。まだまだ甘い。殺したい奴は他にいる。非常にならなければイタチには勝てないわよ。あいつの前では非常になるさ。嫌が王でもな。あと少し、ほんの少しで私のもの。性質変化と形態変化を組み合わせるにはものすごい技術がいる。螺旋丸を考案した俺の師四代目おかげでさえそれはできなかった。これから先は教わるんじゃなく自分で見つけるしかないんだ。四代目おかげを超える忍びはお前しかいないと俺はそう信じてるのさ。ブートン もう限界ですね。明日か早ければ今日にも転生の儀式を行わないと。しかしあのサスケくんが素直にうんとは言わないでしょうね。薬を取り替えてきます。少しお待ちください。誰なの。やっぱりそうきたわね。オロチマル、あんたは俺より弱い。もうあんたに俺の体をくれてやる必要もなくなったわけだ。白い鱗の大蛇、それがあんたの正体だったとはな。さあサスケ君、その体を私にちょうだI'm not afraid to die.
りか。あまりにあっけない。そろそろ効いてきたみたいね。この大白蛇の体液は空気に触れると気化するしびれ毒なのよ。私は不滅、あなたごときの術ではまだまだ殺せぬ。なんだここは。ここは私の中の世界、ここで天聖の儀式を行うのよ、さあ始めるわ。バカな、ここは私の作り出した異空間よ。ありえない、ありえないわ。ここは私だけの。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前では意味がない。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。私はこの世を解き明かす者、全てを手にする者だ。オロチマルは死んだ。いや、俺が奴の全てを乗っ取ったのさ。まずはお前だ、水月。俺と共に来い。やっと出られた、ありがとうサスケ。まずは僕が、じゃあ他は。南アジトのカリンと北アジトの十五を連れて行く。ついて行くよ、助けてくれたお礼に。ただ二人を連れに行く前に少し寄り道してほしいところがあるんだ。オロチマルが死んだからって勝手されちゃ困るんだよ。このチャクラの感じ、まさか。重い、これがザブザの首切り包丁か。ザブザ先輩、これは僕がいただくよ。一つ聞いていいかな、どうして仲間を集めるの。俺には目的がある。その目的を果たすためには。正体の方が効率がいい。こうなる時のことを考え、力のある忍びを前もって選抜しておいた。だったらカリンを選ぶことはないと思うけどね。あいつは僕と違ってオロチマルの部下だよ。第一、あの性格が好きになれない。しかし奴は他にない特別な能力を持ってる。やっぱりお前らか。でここに何の用だ。カリンついてこい、お前が必要だ。はあ、なんでお前なんかに。うちはここも任されたんだよ。オロチマルはもういない。水月、このアジトに捕らえられてる奴らを全員解放しろ。相変わらずの命令口調だな。勝手なことすんじゃねえよ。これで監視役は必要なくなるわけだ。どうする。お断りだね。大体あんたについていく義理はないだろう。行く、サスケが。
どうしてもって言うなら、ついて行ってやるよ。よく考えたら、見張りも飽きちゃってたところだし、ね、どうせなら、うちとサスケだけでいいんじゃない？水月なんか、いらないだろ、あれ。さあ行こうよサスケ。カリンはダメだったようだしね。いや、どうやらついてくるようだ。誰が行くっつった？うちは たまたま一緒に行けば同じだった。行くだけなんだけど、ならちょうどいいね。さて次は15だね。何？15だとあんなやつを仲間にすんのか。いや、やっぱ女、女がいいな。いや待て、やっぱり男だ、男がいいか。15は噂じゃ、自分からオロチマルに捕まりに来たらしい。なんで？更生するためだ。更生？15が何を更生したい？麻薬と同じ、自分ではどうにもできない。この殺人衝動を抑えたかったのさ。次に殺すのはやっぱり女だ。女が入ってきたら殺す殺す。汚さあどっちだ。いや、やっぱり男だ。男が入ってきたら殺そう。みんな殺せ。やめろ、水月。争いに来たんじゃない、俺が話す。腹って言葉が通じるようなやつじゃないよ。力づくで連れていくまで。二人ともやめろ。いいぞ、倒れしまえ。お前ら、俺に殺されたいのか。たまんないサスケ。15、俺はお前を連れ出しに来ただけだ。俺と共に来い。俺は人を殺したくないんだ。もう外になんか出たくないんだ。ほっといてくれよ。安心しろ、俺がお前を止めてやる。お前に何ができる？俺のこの衝動を止められるのは仲間の君もろだけだ。その君もろは俺のために死んだ。もういない。お前のために死んだ。じゃあお前がうちはサスケか。君まろはサスケを自分の生まれ変わりのような存在だと言い、命を懸けて守った。お前がどれほどの忍びか見届けてやる。決まりだな。これから俺たちは4人で動く。そして我ら正体は蛇と名乗る。蛇の目的はただ一つ。打ち合いたした。よし、これで全員集まったな。あ？まだ被弾と格図が見えませんが。二人は木の葉の連中にやられた。そしてもう一人殺された奴がいる。もう一人？オロチマルだ。誰がやったんです？ウチハはサスケだ。やりますね。さすがイタチさんの弟だ。せいぜい気をつけろイタチ。キサメ、おそらくお前たちを狙っている。そいつ、いろいろ面白そうだな。サスケと会うためにイタチを追うか。だがイタチを探し当てたところでどうする？まあ、一招待じゃ
どうにもならないですね。どういうことだってわよ。イタチを倒せばサスケくんの目的は消える。つまりイタチは拘束するしかない。だからもっと大人数で体力見動くしかないってことですよね。その通り。そう思って今回の任務に適した忍びたちを呼んでやります。入ってちょうだいな。さてどっちに行くかな。どっちってディーダルさん、どっちとどっちのこと言ってんすか。カカシ率いるキュービの人中力か、うちはサスケか。やめましょうよ、僕らのノルマは終わってるし。トビ、てめえは黙ってろ。うわぁ、暴力はダメ。よし行くぞ。探し出せ追いかけろどっちだ、ジュービかイタチだ、チューリキサスケか、あの男影と近づいて気づかずに出違い遠ざかる。探し出せ追いかけろ。サスケ、お前がいつも一人なのは知ってた。だから安心したんだ。俺もずっと一人だったから。お前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。親も兄弟もいないお前に初めから一人だった。お前に俺の何がわかる。つながりを失うことのこの胸の痛み苦しみを。俺にとってのお前はやっとできたつながりなんだ。だから俺は諦めない。いくつものつながりは己を惑わせ弱くする。だからお前とのつながりを断つことでさらなる強さを手に入れる。すれ違い遠ざかる。探し出せ追いかけろ。目で睨みやがってるぜトビ。うん、シャリンガンか。やっぱりこいつイタチの弟だぜ。まずは一匹。よく喋るお前にはイタチのことを聞く。こいつ何やってんだトビ。うわぁ、ガキだからって気抜くなよ。術が早すぎて僕らじゃ無理っすよ。まずは動きを見て。確かに動きは早すぎるな。ならここは、起爆粘土を自分の口で食っているってことは、とっておきな。次で殺す。ボディ逃げてろ。でかい。
これが爆発するとなると。不発？いや違う、これはオイラの勝ちだ。芸術は爆発なのだ。勝つ勝負。くそ、まさかこんな巨大デイダラを破裂させ、その爆風により目に見えない小型爆弾を大気中に散布。それを吸い込んだ生物は体内から細胞レベルで破壊されていく。勝った勝ったぞ、オイラの芸術が。先輩、チャクラを使い切ったようだな。動きが鈍いぜ。目に見えぬ爆弾だが、俺のシャリンガンはチャクラを色で見分ける。チャクラが練り込まれた小さな爆弾、俺には煙の塊のようにはっきりと見えていたのさ。見えていれば避けるのはたやすい。お前が死んだように見えたのは俺の現実だ。イタチはどこにいる？シャリンガンまで引っ込めたか。どこまでも舐めやがって。究極芸術だ。これからオイラは自爆する。こいつ死んでオイラは芸術になる。そしててめえは確実に死ぬ。半径10キロが爆発範囲だ。逃げ切れやしねえぜ。オイラの芸術は勝つ爆発だ。死んだ。最後は己で大爆発だ。あらら、またメンバーが減っちゃいましたね。で、どっちにやられたんです？サスケか、キュービの人中力か。サスケだ。ただしね、サスケも死んだみたいだよ。道連れですか。感謝するんだな、イタチ。デイダラが命がけで厄介払いをしてくれた。よし、口寄せの術。こいつがオロチマルの口寄せマンダか。なるほど、現実か。ああ死んじゃってるよ。オロチマルの一番のペットでしょ。動物はもっと大切にしなきゃ。ギリギリだったからな。そんな余裕はなかった。やっぱりここか。急にチャクラが消えたからどうしたのかと思えば、マンダの中に入って時空間忍術で別空間へ飛んで逃げた。けどいいけど、なんでそんなにボロボロなの。傷だらけのサスケもかっこいい。相手はあの暁だ。思った以上のやり手でな。だらしね。それでもオロチマルをやった男かよ。まだやみませんね。この時期にこの地域でこうも降るのはおかしいんですが。お体に触りますよ。冷酷なあなたが今何を考えているのか、それは分かりませんが、ここからだと泣いているように見えますよ。
弟さんのことでしたら残念でしたね。いや、あいつは死んでない。それにどういうことです？雨が止んだな。みんな気になって駆けつけたようだね。何があったんだってばよ。サスケ君がさっきまでここにいた形跡があるの。あいつの匂いがかすかだが残ってる。だったらさっさとサスケの匂いを追うってばよ。今の俺は犬以上に鼻が利く。見つけたぜサスケ。キバ、案内してくれ。あ、さっさと夜にならねえかな。十五と水月が寝入ったら猫身のサスケを襲ってやるぜ。興奮する。これは間違いない。ここにどんどん近づいてやる。とにかくかなりの数のチャクラだ。人のものじゃないチャクラも感じる。犬か、匂いで追ってきてるのか。追っ手の人数がカリンの話通りならそいつらは十中八九木の葉の連中だ。暁は必ず二人一組で動く。じゃあどうすんだよ。とにかくいたした。俺たちヘビは十五が動物から集めた情報に従い暁のアジトを手当たり次第に当たる。そう、少し手伝ってくれ。なんだ。小鳥は集められるだけ集めてくんねえかな。何をする気だ。前に着てたサスケの服だ。アスの染みついたこの服で。サスケが着てた服をなんでお前が持ってる。そんなのどうでもいいぞ。あさ、この野郎。ちょっと待て、おかしいぞ。どうした気は。サスケの匂いが分散してる。それもすごい数で四方に散らばってんぞ。こうなったら草の根分けてでも探してある。手当たり次第だったわよ。影分身の術。